タレントの柳原可奈子38が第17回ペアレンティングアワードのママ部門を受賞し、27日都内で行われた受賞式に参加した。柳原は2019年2月に一般男性と結婚、同年11月に長女、22年11月に次女を出産した。23年4月にインスタグラムを開設し、その際に長女が生まれつき脳性麻痺を抱えていることを告白していた。